竹井清は日本の国際コミュニケーター、ガーナのアチュアの部族長である。生涯学習振興財団評議員、徳島県麦町出身、徳島県立上等高等学校、上智大学卒業。1981年、竹井は海外青年協力隊の村落開発普及員としてガーナのアチュア村に入った。 平地とされた地方の生活の向上が目的であった。現地の人々は日本人の来訪に学校、病院の建築、道路の整備など大規模な援助を期待していたが、竹井が課せられた条件は金銭的援助は提供されず、方法は自由、資材は現地調達というものであったから失望を与えた。竹井が成し得たのは隊員に支給された薬品で、 救急所を設立すること、日本の古本の絵本で小型図書館を設立すること、現地の人々と共に工作資料に従事することであった。マラリアに感染し、体力、免疫力をつけなければならないと、猿、ネズミを食べた。クーデターが勃発して、正常不安になっても気にせず、住民の信頼を勝ち得ていった。来村一年後に、長老から、 あちわの部族長就任を言われ、半年間断り続けたが、1982年9月25日、ケ井の部族長就任式が挙行された。部族長の任期は、就寝で部族長であるケ井は、日本に旅行中であることになっているという、ありがとうございます。